はい。えー、吉谷さん、誕生日おめでとうございます。吉谷さんが誕生日ということは、1年が過ぎたわけですね。10月になったわけですね。えー、即塾の久保でございます。えー、この動画をご覧の皆様にも、きっとね、心に残る1年とかね、えー、まあ、1日かもしれませんけど、そういう時間ってあったと思います。まあ、本日はですね、題して、えー、ここ1年、ゆく年来る年ということでね、タイトルをお届けしたいと思います。まあ、日本全国、ゆく年来る年を統一してるのが年末年始だと思うんですけども、 本来人にはそれぞれですねここが自分の人生の節目いわゆる幕開けだ年明けだみたいな日があると思うんですよ、まあ、その時をお祝いしてですね誕生日プレゼントってのが送られてくると思いますけどもこの誕生日プレゼントってのはいかにですね自分のことが知られているかとかね、えー、その誕生日を送る人との関係が密になっていたかっていうことが分かることでもあるかなと思っちゃうとねちょっと怖いような気もするんですよ例えばですねこれをくださいあれをくださいって言わなくても何かね送られてくるものってあると思うんですよ 私の場合はですね えーと例えばおかきが圧倒的に多いですねおかきカリカリっと食べるやつですね私は放送の中であれおかきが好きなんだよってことをね何回か言ったことがあると思うんですよそれからですね和牛ですよね、えー、お肉をね焼いて食べてるところがあ早朝の隠居飯ってところでもあったりするわけなんですよねそれから漬物ですよね私はあの食卓の画像をだ出したりするんですけども小鉢がいっぱい並んでいて漬物は必ずあるわけなんですよね、えー、で最近でしたらね出産に関わるマタニティとかベビー用品っていうのがよく 怒られてくるととといいいううことでごござざまますす本当に皆さんありがとうございます私の放送をね見てくださってるってこととオフ会なので私と関わってる方がやっぱりプレゼントってのを送ってくださったりとかあと先日はですねあのブドウを送ってくださった方がいましたねとっても高級なブドウの数々だったんですけどもこれはですね山梨でブドウ農園をされてる方が、まあ、いらっしゃってですね、えー、私と意気投合してですね ブドウ農園の方に、まあ、お邪魔したいです,ですという連絡をすると、まあ、その時は時期が悪かったんですけどもね、えーまあ、今回送っていただいたととってもいいところをね見繕って送っていただいたかなというところでございます、まあ、こういった形でですね1年の総決算もしくはそれまでの自分の人生の総決算っていうのは実は周りの方がねしてくれるんではないかと思うんですよその一部の側面がビジネスだったりするんですよねビジネスっていうのはまさに人生をね切り取っているわけなんですよ 人生の一面を切り取って自分の生き方がどうだったのかってことが試されるのがビジネスかなと思うんですよそうなんですよねやっぱり口コンビジネスでもそうですけどもどんなセールスでもそうですけどもそもそも話を聞いてもらえないってことはあなたとの関係はその程度ですよって言われてるのと同じなんだろうなと思うんですようんで えーまあ、関係がね濃くなってきたら、まあ、とりあえず話だけでも聞いてみるかってなったりあなたの言うことだったら何でも受け入れますよみたいな感じでね何でも売れちゃったりするみたいなのもあると思いますでビジネスってのはとかくですね自分が全身全霊を注いで、えー、行う,う活動の一つですから。 ビジネスっていうものをね抜きにしたら仕事っていうものを抜きにしたら自分の人生は何だったのかなとか思う方もいらっしゃるかもしれませんよねそういったぐらいのあのこうウェイトを占めているのがねビジネスなんではないかなと思うんですよですんでね私はこういう風に今回の動画でまとめさせていただくんですけども周りの人が自分をどう見てるかっていうのは 主にはですね、自分がどんな仕事をしてきたのか、まあこれはね、収入を得る仕事でもいいですし、まあいわゆるボランティア活動、地域活動もそうなんですけどね、どんな仕事をしてきたのかってことが全て評価されてるんではないかなと思うんですよね。私の行く年来る年と、それから誕生日のプレゼントの評価ってのはそういうものかなと思います。まあそんなこと抜きにしてもね、年を取るのはね、まあ、ある意味ありがたいこと、嬉しいことでもありますし、ある意味ね、ちょっと寂しいことだと思います。これはですね、年を取るっていうのは、無事に1年過ぎたよねってことでもありますし、 まあカウウンントダウンですよね死へのカウントダウンが確実に近づいているわけですから、えーまあ、誕生日おめでとうっていうことのね意味の中にはたくさんのことが込められてるのかなと思うわけなんですよね。ま,ああのー、まとめましてね吉田さん改めて誕生日おめでとうございますこれからもよろししくお願いします。